見取り図のリリーは女好き1ヶ月で28人抱いたことがある見取り図のリリーはファンの女性を自宅で抱いたことがあるあえぎ声が大きい女性でそれを聞いた隣のおじさんからすごいテクだと思われたようで以降敬語で話しかけられるようになった若手の頃にライブのチケットを手売りすることになった際女性に声をかけまくり1人で100枚売りさばいた一夜を共にした女性に「モリシービール取って」と言ったことがある人に経験人数を聞くのが好き NSC 入学直後全員に経験人数を聞いて回った楽屋で一緒になった大先輩中高畑師匠にも聞いたことがある